7分でゆで卵を作ります。今日はね、これ初めて食べる藤沢製麺、これ北海道のメーカーなんでね、藤沢製麺北海道旭川市、これがね珍しくスーパーで売ってたんで何種類か買ってきました。この煮干しラーメンってさ、なんかどこだっけな、マルタンだったな、青森の煮干しラーメンで食べてすごく美味しかったんだよね。それからね、この煮干しが好きになった。北海道、これなんていうの、煮干し、二夜干しっていうのかな、干した麺を使ってるの、じっくり2日間乾燥製法、500ml で4分半から5分、3分経ったところでほぐしてください。結構時間かかるんだね。麺が茹で上がったら火を止めてスープを入れる。500で、丼に移してお召し上がりください。チャーシュー、メンマ、季節の野菜などを入れると美味しくなります。どうかな、どんな麺、じゃあ初めていただきます。袋に入ってる、これだけ、液体スープだね。煮干しラーメン醤油スープ、この乾麺で5分で、細いけどね、卵にメンマ、ロースハム、チャーシューかな、海苔、これでいきます。これがね、4分半から5分っていうんだから、4分半って微妙だよね。4分でいこう。この4分の間に丼を温めておいて、これ油が入ってるかどうかは分かんないけど、一緒に温めたね、ついでだから。3分経ったら麺をほぐすって書いてある。珍しいね。そ
それまで触るなって言うんだ。このね、意外と丼をね、温めるっていうのがね、すごく大事なんだよね。お湯を入れてもね、冷めちゃうんだ。4分だから3分経ったら麺をほぐしながらスープを作ろう。最近ね、この藤原食品ってよく見るんだよ。あ、藤原製麺、ね、ちょっと期待したいね。マルタイは九州だけど藤原製麺は北海道です。おお、もうそろそろ3分。あ、でも3分経たないとほぐれないんだ。硬い。やっと3分でほぐれ出すんだね。よくやっぱり研究されてね。なんかね、ノンフライ麺みたいにね、お湯が濁ってこない。はい、スープはこんな感じ。すごい色してるね。お湯は300。なんかね、スープの色がすごく濃いんだけど、ほら、卵、ねぎ、麺、ニンニクメンマがいいんだよね。すごく大きいこれ。海苔どこにしよう。このこれぐらいに。はい、どうでしょう。今日はね、北海道の藤原食品、藤原製麺煮干しラーメンをいただきます。醤油味です。最近よく見るんだよね、ネットで。でもお店で売ってるのはね、初めて見たんで買ってきました。煮干しとかね、あごだしとかって美味しいよね、醤油ラーメンは。ちょっと胡椒かけて。すごい。ニボだ、ニボ。あのね、こんな煮干しのね、効いたインスタントラーメンって食べたことない。美味しい、スープが。麺も、なんだろう、この麺。麺もね、初めて食べる感じ。こんなね、細くて4分とか5分って珍しいよね。でも全然伸びてない。
美味しい。これこれから人気が出てくるんじゃないかな。これ、うん、美味しい。この粉スープじゃなくて液体スープでねこだわってるってのが美味しいかもしれないね。これこれいくらしたんだろう。あの買ってきた時もね、覚えてないのがねいまいちなんで、うん、ああ美味しい、うん、これは新しいね、新しいジャンルというか新しいラーメンを見つけましたって感じ、うん、いいね。今度ね順番に紹介していきます。おいしい、うん、だんだん人気が出てくるの分かるね。頑張ってもらえたよね、うん、これ藤原製麺のラーメンってね売ってるの初めて見たの、うん、美味しいこれ、おすすめです。ぜひ食べてみてください。